修学旅行列車とは1949年頃から設定されてきた修学旅行客輸送のための団体専用列車の総称である。日本における修学旅行は1882年に栃木県第一中学校の生徒たちが先生に引率され東京上野で開かれた第二回官業百覧会を見学したことが日本での学生 生徒の集団旅行の始まりと言われており1886年には東京高等師範学校が超都遠足の名で11日間のものを実施したという記録がある。修学旅行の言葉は翌年に長野師範学校が同様に実施したものが1887年4月20日発行の第日本教育雑誌54号に掲載された際に初めて使われたという。 さらに、修学旅行という言葉は公には1888年8月に出された尋常師範学校設備順位則において初めて使われ、その原型は上記の超都遠足であった。また1895年には東京高等師範学校尋常中等科において全校生徒が 鎌倉まで徒歩で出かけて一泊二日するという工程の修学旅行が実施された。その後、旧制の中等学校、高等女学校などにも広まり、昭和時代に入って、旧制高等小学校の宿泊を伴う修学旅行が許可されると、1943年に選挙区悪化によって禁止されるまで、伊勢神宮、柏原神宮、五福島神社、琴平宮といった、 国家浸透教育に通じるところを中心に行われ、輸送手段としてはもっぱら鉄道が使われたので、乗客数の多い場合は列車への車両増結も見られたと言われる。1948年8月20日に日本国有鉄道が生徒5割引、引率教職員に割引で、学生団体の引き受けを再開したので修学旅行も事実上復活し、 1950年代になると本格的に再開されていった。戦前同様、乗客数の多い場合は列車への車両増結も行われたというが、東京伊豆間に設定されていた週末運行の温泉観光順級列車、イデゆ、イコイの使用車両が週末以外には余剰となるのを利用して、1949年には日本ツーリストの圧線により、日光、 京都、大阪方面に、修学旅行専用列車も設定された。その後、1950年頃になると、修学旅行集約輸送臨時列車が登場する。これは、東京、京都、大阪といった需要の多い区間に、あらかじめ修学旅行列車のダイヤを設定しておき、それに従って、列車を運行するもので、それまでのようにいちいち学校。 地域ごとに臨時列車を仕立てるのに比べて間がかからず予定が組みやすいといった利点があった。また、長距離ばかりではなく、秋の時期には、上野駅、新宿駅、川崎駅などのターミナル駅から長泥、奥多摩、川口湖、相模湖方面に向けて、比較的中、短距離の学童専用臨時電車も運転されていた。1958年の実績では、 9月25日から11月6日まで、延べ496本が運転されている。そして1958年8月に、文部省通達により遠足、修学旅行が、教育課程の位置づけが、明確化され、学校行事と規定されたこともあり、修学旅行列車専用車両の製造が要望され、翌1959年に、 初の専用電車となる155系が登場し4月20日から日野で希望の運行を開始した。その後、日本国有鉄道では159系、167系、キハ58系800番台の修学旅行用車両を落成させた一方で、私鉄では近畿日本鉄道が1962年、修学旅行用に全車2階建て車両の2100系、 青空を登場させている。また、専用車両を持たなかった東武鉄道でも、浅草日光などにおいて、5 7 0 0系や6 0 0 0系などを使用した修学旅行向け臨時列車が多数運転されていた。しかしながら、新幹線による修学旅行が1970年に開始されると、在来線での集約臨も急激に衰退していき、 1975年頃には、ほぼ消滅した。団体列車の設定自体も昨今の少子化やバス、航空機などといった交通機関の多様化、さらには沖縄や海外を目的地に選ぶなど、旅行先そのものの多様化といった要因によって、少なくなっているのが現状である。現在では、JR の場合、千葉県千葉市から新州長野方面、 新幹線各線など一部線区では、臨時外野にて、毎年修学旅行列車が運行されている。関西では2009年3月開業の阪神、難波線を活用し、姫路方面から伊勢島への直通列車の運転も検討されていたが、阪神難波線経由の姫路方面から伊勢島への修学旅行列車を含む直通列車の運転は2021年。 現在実現していない。2011年3月のダイヤ改正で特急、浜風のキハ1 8 1系からキハ1 8 9系への置き換えに伴い、姫路からなら、伊勢方面への修学旅行列車も廃止することになったが、それにあたっては、姫路市などが修学旅行生の輸送をバス輸送に切り替える方針を示した。バスに切り替えた後には車酔いなど、 児童の体調を考慮し、2017年度から移動距離の短い京都、奈良へ変更した。近鉄では初代、青空2 1 0 0系の老朽化により、1989年に1万8 2 0 0系を団体列車用に改造した、青空通重量を落成させているが、この車両は本来は、車両限界による制約があった、京都線。 カシハラ系統用の中型車体上に定員が少なく老朽化が進んできたことから2006年1月をもって営業運転を終了。同年4月までに全車が順次廃車解体された。後継として2005年12月より12,200系を改装した15,200系、新青空2が修学旅行を中心に運用されている。 なお、青空2と、新青空2は、修学旅行以外の団体客による貸切列車にも運用されるが、逆に修学旅行で運用される車両は、車両を編成数の関係から、特に春と秋の修学旅行客及び、一般団体客のシーズン時には、青空2及び、新青空2のみでは、不足することから、急行系車両の5200系、L。 シーカーの5 8 0 0系や同じく L、シーカーでシリーズ21の5 8 2 0系も運用されておりまた場合によってはロングシートの一般車も単独及び5 2 0 0系や L、シーカーに増結する形で修学旅行客の貸切列車運用に充当することもある主に修学旅行専用列車に充当するために製造された車両を指す 利用者が学生である一列車における乗降の機会が少ないなど修学旅行専用列車の特徴に合わせ一部に特殊な構造を採用していることが多い。ただしシーズンオフには一般列車へも充当されることがあるためどれだけ一般的な車両から構造を変えるかは各系列により異なる。国鉄の修学旅行用車両は 1>, 1号と3号と3に塗られていたただし、修学旅行列車への重当頻度が下がってからは、他の車両と同じ一般的な塗色へ変更されている。近年では、一般車や、クロスシート車である 5200K や L、C カーなどが重当される場合も多くなっているが、近鉄でも修学旅行客向けの車両が用意されている。ありがとうございます。